トーマスのキャラクター紹介。今回はフランキーです。フランキーは長編第13作、飛び出せ、友情の大冒険から登場する女性のディーゼル機関車。車体番号は4002で、車体の色は濃い青緑です。マンチェスター船舶の運河鉄道から製鉄所の勤務になり、製鉄所のリーダーとしてハリケーンと一緒に仕事をしています。モデルになったのはマンチェスター船舶の運河鉄道4002号ディーゼル機関車アランデル・キャッスル。性格は気が強く男気のあるタイプ。ただ、言葉遣いは丁寧で、寂しがり屋でもあります。歌がうまく、映画では、トーマスはその歌声に魅了されて製鉄所に来てしまっています。その後、トーマスにお気に入りとして付きまとって、困惑させています。フランキーには初物が2つあります。一つは、トーマスシリーズで初の悪役の女性機関車であり、もう一つは、テレビシリーズで初のオリジナル女性ディーゼル機関車なんです。ちなみに、女性ディーゼル機関車としては、デイジーと、ベイビスに続き3代目です。映画では悪役として、トーマスに対抗していましたが、実はハリケーンと同様に根っからの悪人ではないようです。最後はトーマスたちと和解しています。ハリケーン同様、実はいいキャラクターだったフランキー。短編シリーズにも登場してほしいですね。